2月7日の沖縄タイムさんの記事になります。駄菓子屋、弁当屋、子ども、ゆうちょ銀行、高価な預け入れ手数料に困る人々、売上や小銭貯金で貯めた高価を預けるとお金が減る。今年1月、ゆうちょ銀行が高価を預け入れる際に手数料を設定したことで、沖縄県内で数百円の弁当を販売する店や子ども相手の駄菓子屋などから困惑の声が上がっている。すでに手数料を導入していた銀行の中にも値上げの動きがあり、子どもたちの貯金箱に影響 が直撃する可能性がもある。手数料設定はキャッシュレス化促進に加え、外貨やゲーム用コインなどの購入による機器の故障防止などが目的。ゆうちょ銀行は硬貨の枚数に応じて手数料を新たに設定した。でもう一回続くんですけども、省略しますね、はい、でこちらが載っていた一覧になります。でゆうちょ銀行はもう全国ですね、うん、で沖縄 の地方銀行ではあるんですが、沖縄銀行、琉球銀行、沖縄開放銀行さんはこのように上がりますよっていうことになってます、うん、枚数で区切ってたり、枚数かつまた数えてるかどうかっていうのでまた変わってきたりもしますので、うん、まあ、こういったものを見て、まあ、うん、ちょっとだけであれば全然いいのかなとは思うんですけども、まあ、記事にあったように、ね、小銭をよく使うところ、たまりやすいところは大変なのかなっていう記事になっております、うん、なるほど。これ結構困るところは困るし、うん、あんまり困ってない人はちょっとほーんぐらいのところもあるのかなって気がするんですよ、うん、まあ、効果をよく使うところですか、はいはいはい、っていうのは大変かもしれないですね、うん、あれですね、ちなみに現金持ち歩きます？持ち歩きます、まあ、持ち歩きますね。キャッシュレスもやります、もうやります、まあ、もうやります。俺ほぼほぼ現金なんですよ、うん、現金しか信用してないですよ。現金だもんってやつですね。現金主義、現金主義、もう本当に現金で、この、うん、なんていうか、キャッシュレスとかにした時になんかね、サイバーアタックみたいのでなんか金がなくなってたりとかしたら、うん、嫌だなとか、あと、ね、なんていうか停電とか災害の時にあれができないっていうのは嫌だから、うん、やっぱある程度手元に形として持っておきたいというちょっと古いタイプの人間なんです、うんうん、ちょっとまあ漠然とした不安というか、うん、はいはい、まあ、確かにデータが吹っ飛んだらちゃんと保証されるのか、保証されるのか、復旧してちゃんと分かるのかどうかとかっていうのを、まあ、少しやっぱり不安に思うこともありますよね、うん、だから、で今日掃除したんですよ、ね、部屋の掃除したんですよ。もう爆撃されたみたいにめっちゃ散らかってたから、うん、ちょっとまず机片付けようと思ったら机からめっちゃ小銭出てきた。貯金箱ならぬ貯金机だったんですか。でなんか財布が今小銭でパンパンになってるんですよ、うん、あ、うん、で小銭を、うん、小銭を預け入れるするっていうのもないから、大体これとかでビール買ったりとかの小銭をこう払うので、結構自分は小銭持ってても使ったりするけど、多分その先、うん、要はだからこれになったからっつって自分は預け入れすることがないから困るってことはないんだけど、うん、多分小銭を大量に扱う業種っていうのが一番困るよねっていう話なんですよ、まあ、タイトルとかにもあったと思うんで、うん、まあ、駄菓子屋とかも、まあ、そうですね、弁当屋もですし、ゲームセンターとか、ゲームセンターも、あとまあ神社ですね、神社もお賽銭とか、うん、まあ、ちょっと違うニュースで同じ話題扱ってるのがあって、はいはい、1000円、1円を1000枚預けると手数料で1100円になっちゃう。そう、だからそれも、まあ、まあ大変ですよね、うんうん、小銭、まあ、どうしても賽銭、まあ、全部札で入れるわけにはいかないと思うので、うん、やっぱ小銭が多いでしょうから、なんかどこでしたっけ、うん、太宰府かどっか行った時に自分が、中学の時かの、修学旅行で行った時に25円だったかな、なんかこの225円がありますようにって25円入れるってくださいみたいなの言われたんですよ、うん、今の物価で言ったら安すぎねって、うん、まあ、ちょっと、うん、今の物価に合ってなくねって思ってから、自分はいつも初詣とか行ったら大体500円入れるんですよ、うん、でなんかのテレビ番組で一番良くないの500円って言ってたけど、あ、そうなんですか、うん、だけどいやいやそれ気持ちだろうと思って、じゃあ俺に、うん、神様に25円を入れて、あと475円は巫女さんの給料ということで
自分にいつも出してそれで納得してるそれを好きにしたらいいんですけど、うん、だからちょっと物価の仕組みとちょっと神社って、うん、神社のお賽銭って意外とそのなんか合ってないよね、合ってないんじゃないかなっていう、うん、まずそもそもの疑問がちょっと生まれたんですよね。まあ、うん、そういった銀この神社っていう意味合いで言うと、まあ、別の、ね、ニュースで出てたんですけど、はい、銀行が手数料を取るからということで商工会とかと基金と提携組んで小銭を両替するとかいうやり方をやるっていうのもありましたし、やっぱりこの周りとの密接のつながりになる場合もあるし、もしかしたら、ね、この小銭がかかるってことはこのいわゆる貯金もですよって言ったように募金ってあるじゃないですか、まあ、何募金って、ああいうのも結局善意のために入れたものが手数料取られていく、うん、善意あれが、あれが結構ダメージかもしれないですね、うん、でかいかなと思って、うん、あの自分ラジオ好きだからあのラジオ沖縄とかその、うん、あれは日本放送系列かながあの12月 の、 あのクリスマス時期に、うん、あのミュージックソンってやるんですよ、ミュージックマラソンやって、うん、やってますね、でこの音の出る信号機であるんだけど、うん、それもだいたい小銭で持ってくわけですよ、こうみんな、うんうん、そうやってきた時にあっち大変だなっていうのがあって、うんうん、で結局手数料に消えてしまってってなったら善意も何もないっていう、そう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 、うん、そう、そういうのもありますし、あのお店で使う時って法律的には20枚以上使った時に、うん、お店は拒否していいっていう、できるんですよ、うん、なのでだからこの機会でも小銭を全部使っていこうと思っても限られてたりしてなかなか減らないっていう人もいるのかなとは思いますね。もうあれちょっとしたなんかあのもう逆に嫌がらせになってしまってないかなと思うのは、あのコンビニとかでビール買ったりとかしてお釣りが出た時に何円10円以下の時とかよくこの、うん、あの募金箱があるじゃないですか、はい、あれに入れるんですよ。であれが結構僕もそれやることありますけど、うん、結構ありがとうございますって言ってるけど、うん、もしかしたらチッって思われてるかもしれない、うん、そんな風に言われる筋合いはないですけど、ね、うん、募金してるんだから募金集めてる人とこの、まあ、お店の方は関係ないですからね、基本的には、まあ、僕だったら別に気にはしない、小心者だからちょっとどうしようかなみたいなとか、あとなんか子供たちのなんかあれがありますって言って遠征費稼ぐって置いてる、ね、野球部とかバレー部の遠征費用とかね、うん、あれも小銭とか入れたりするときに、うん、小銭じゃダメなんかなっていう今ちょっとなんか、うん、あのそうそうなってきますよね、こういうのになったら。ただちょっと今少し思うのはさっきマッチングの話があったじゃないですか、神社が、はい、あれをなんかマッチングする仕組みっていうのが多分生まれてきたりとか、うん、新たな商売として、そう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 、まあまあビジネスチャンスとしてはやっぱりそこで何かっていうのは出てくると思いますけど、うんうん、だからなんか異物の混入が結局機械壊すからっていうことじゃないですか、あこの値上げの理由、値上げの理由だからメンテナンス費用がかかりすぎるからっていうことで出てて、うん、でなんか1台しかないような、まあ、今だんだん銀行とか郵便局とかっていうのがどんどんなくなってきてて、コンパクト、うん、集約されてってうちの近くに前郵便局があって、でそこに1台だけ ATM があったんですよね、はい、でそこの ATM でこの小銭入れてるやつがいてからジャラ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 ってずっとジャラ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 って5分ぐらいやってるんですよ、うん、あれはさすがにイラッときてっていうのはあったんですけど、でもあんなので結局機械壊してしまってそれでメンテナンスの手間がかかってっていうのがなってくるんだなっつったら、そのメンテナンス費用っていうのが一番ネックでしょうね、うん、銀行としては。 そうそう、でそれとキャッシュレスになってきたから結局小銭の需要がない割にメンテナンスがかかるよっていうので、こういう現象が起きてるっていうことだと思うんで、うんうん、まあ、あと何ですか、そのキャッシュレスを推進したいみたいな、うん、なんか兼ね合いというか、そうですね、はい、それもあるみたいですけどね。で今日記事に書かれてて先ほど呼ばなかったんですけども、やっぱ手数料かかるからってことでお店がちょっとだけ値上げしたりとかするってなったら、子供とかが今まで、ね、この値段で買えたものが買えなくなるとか、そうそう、もう出てきたり、うまい棒が今12円になってるっていう、そうそうそう、うん、とか、あれはやっぱりドラえもんじゃないのかとかまあ思い出のあるどうしたんですか。いや、うちもなんか近くにあった駄菓子屋でしょっちゅうお菓子買うのがやっぱ楽しみだったから、うん、そういうのがね、子供の時ってなんかやっぱエネルギー使うじゃないですか、甘いもんばっか食べてるけど、うんうん、
あの大人と違ってなんかエネルギーやっぱり必要だから、子供ってやっぱ駄菓子って結構重要な気がするんですよ、うん、あとまあなんか単純にその駄菓子をちょっと小銭でなんか買って食べるっていうのもやっぱり楽しいですしね。楽しいですね、うん、でこれ最終的に銀行に預けるのが嫌だってなってくる人たちも出てくるんじゃないかなってなってきたら、銀行さんも運用資金が減ってきたりとかして、結局またね、先ほど言ったように統廃合とかでまた減ってきたりとかしてくるだろうし、デメリットは出てくるのかもしれないなって思いますし、キャッシュレスでじゃあみんなやろうってなったら、商店とかもこのキャッシュレスの機械を導入しないといけない、結局それで費用かかるよねとかも出てきたり、で子どもの小遣いをキャッシュレスにしようってなったら、小銭であげれたものがあげれなくなって1000円単位であげるとか、まあ、感覚おかしくなる子も出てくるのかなとか、プリペイドカード的なものとか、とかスマホ持ってる子ならスマホ決済とかになってくるんですか、なんかでもちょっと可愛げないですね。そうそう、駄菓子買いに行ってこうシャリンシャリンって そういえばうちの近所とかにもあったけど、沖縄って結構コンビニとかが出てからやっぱ少なくはなってるけど、地域の商店って多くないですか、個人商店で、まあね、駄菓子屋的 なんか食パンとかも売ってるし、生活雑貨も売ってるしっていう、なんかアイスとかも売ってるみたいな、今のコンビニみたいなイメージがやっぱりその近所の駄菓子屋とか、ジャンプもそこで買ってましたし、子供の頃は、はい、あんなのがあるから、ね、そういうところがだん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 、まあ、新規で出てくるところないけど、結局廃業していくってちょっと寂しい流れになっていったりとか、で、まあ、これマッチングの話もあったけど、例えばそうこういう作業的に難しいことできないよっていう人たちがこうちゃんとお金数えてその交換していくみたいな、そんな、で、まあ、そういうところに例えばなんかちょっとした補助が出るよとか、なんかちょっと社会福祉的なところになんか自分は行ったら、もしかしたら、そこでその、まあ、その仕事を作って、活用の仕方もあるかもしれない、あんまりこういう細かいのさせとけばいいだろうっていうふうに捉えられたら困るけど、でもあんまり難しいことができないよねっていう、まあ、中にいますね、やっぱりあの事業所みたいなところがあると思うから、そういうところがなんかうまくこの仕分けとかで、そう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 、でそこで利益を得られる何か仕組みっていうのを生み出していったら、なんかどっかに活路がないかなっていう、そんな感じを自分はちょっと印象として、そうですね、はい、で結果的にこれどん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 もしかしたら進んでいくと、キャッシュレス、全部オールキャッシュレスになったりとか、でオール電化の時とこのキャッシュレスが、噛み合わない時もあるじゃないですか、停電した時とか、はい、まあ、でもそうですね、確かに佐古間さんじゃないですけど、僕もやっぱ手持ちの現金というかそれは持っておきたいなっていうのがやっぱりあるので、完全にってなると何かあった時にね、オール電化もそうですもんね、だってガスがなかったら、停電したらガス使えないよ、何もできなくなるってなると困るので、バランスがこういうアナログのところも残したいなっていう気持ちはあるんですけど、そうですね、まあオールなんとかは危険じゃないかっていうところですよね、はい、なんかそれを一番言いたかったんだろうなっていうのは俺いつ言うかな言うかなってちょっと何がとは言ってないけど、まあ何がとは言いませんが、はい、オールなんとかは危険じゃないですね、オールなんとかはちょっと危ないかもしれないですね、これが、はい、この話のそのうちに連れなかったっていうということです。